でそのフランス語版ってやつなんですけどね、はい、これがねもうびっくりするほど粗末の想定で出てるん残見てこう青い表紙でここに金文字で「サどメって入ってるだけのやつなんだけど本当に簡単な、まあ、当時の本ってこういう略式の想定で出して、まあ、自分が好きなように想定するっていう。 形で出すからっていうのもあるんだけどもそれにしてもっていうぐらいの粗末な想定で出てるから今古書業界でもこれの,あの完璧なやつってもうほぼないんだよ。だこれは、はい、だこ,うこういう想定し直したかわそうに想定し直した初版なんだよ。えサロンですかこの こういう,うい、うん、フランス語のねちなみにこのマークフェリシアン・ロップスなんだけどねこの出版社のマークでフランス語版にはこのように挿絵はないんだよ挿、うん、絵ないこのもペラペラの冊子みたいなので随分短いです、ね、短いよどのみち短いドラマなんだけど、うん、これの中身がこれなんだよだからこんなんだからみんな自分でこうやって想定して、うん。 まあフランス語版のサロメを英訳するにあたってスリアズリーが挿絵を描くことになったっていうことなんですよね。